れるの？これで許してほしいってこと？そんな食べ物なんかで。さて、どうしたもんかね。過去の変死事件をすべて洗い出した結果、未だ鎌倉周辺に潜んでいることは間違いなさそうだが、今まで存在がわからなかった少女を探し出して捕獲するなど、雲をつかむような話だぞ。ん？角？やっと見つけた。そいつがこの世を滅ぼす悪魔だ。角？オリジナルの？5年前、福祉施設の子供が4人、惨殺された事件があった。その時行方不明になった娘だ。その1週間後に、縁日での大量殺人事件が起きている。角を隠すためだろう。その時の目撃情報によれば、ニット帽を目深に被っていたそうだ。顔さえわかれば。すでに闇は張っている。さすがだな。これで、すべてが終わる。始まりなんだよ。大丈夫かな？なんでナナがルーシーさんの心配なんか。ルーシーさん、戻ったの？私、やっぱり警察に。私がやったことにすればいい。ダメだよ、そんなこと。気にするな。今さら一人くらい。え？朝までここで隠れよう。ダメだよ、もう。いくら逃げたって。見ろ。え？私は魔法使いなんだ。できないことは何もない。すごいすごい。おじさんには悪いけど、今ならここで。ナナ、やっと役に立てるよ。パパ、屋内に残っている者は他にいません。間違いないか？はい、防犯カメラに手配中の少女の姿が確認されました。よし、準備が整い次第突入する。ついに女王が拝めるってわけだ。姉ちゃんと二人でお散歩？そうなんです。珍しいな、ナナってニューのこと避けてたみたいだったのに。出て行ってずいぶん経つんです。この雨じゃ心配ね。はい、まあどこかで雨宿りくらいしてるんだろうけど。まったく。友達。何年かしてまた一緒に遊びに行けるようになったら、私の友達になって。僕と友達になってよ。ダメ。でも私は。こんな私でもか。あなたが誰だってそんなの関係ない。だって私あなたが好きだもん。相手は2体のディクロニュースだ。先制しないと
もう一人はまだディクロニウスと。帽子をかぶってるのがその証拠さ。やらなきゃやられる。撃て。大丈夫だ。横から狙え。了解。言ったろ、私は魔法使いなんだ。誰にも私の邪魔はさせない。何が魔法使いだ。目の前の命一つ救うこと。この世にお前らの住む場所はない。そうか。貴様ら、この子じゃなく私を。諦めろ。逃げ場は。この子は関係ない。助けてやってくれ。取引だ。取引？おとなしく投降するなら、その娘は助けてやる。必ずだな。ああ、必ず約束は守る。覚悟しろ。大至急病院へ搬送しろ。待っていてくれ。必ず迎えに行くから。ルーシーさんの感じが消えていく。もしかしてこのまま。ダメ、ダメだよ。残念な知らせだ。あの少女は死んだ。全力は尽くしたが手遅れだった。すまない。お前に家族はいるか。妻も娘も死んだ。何が言いたい。お前は殺さない。何？いつか必ずお前も同じ目に遭わせてやる。お前に関係する者全て皆殺しにしてやる。いつか必ず。お前の手にかけさせはしない。マリコだけは。